歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。さて12月になりましたけれども、そうするとですね、もう皆さんね、クリスマスソングもね、随分定着してくるような感じじゃないかと思うんですが、実はうちね、有線を流してます。有線を流してると、これいつからクリスマスソングが流れてるかっていうことなんですけど、これ実は11月の頭から、もうクリスマスソングって流れちゃってます。だからクリスマス商戦って12月の頭からじゃなくて、11月になったらもうクリスマスの商戦なんだろうなっていうことをそれで実感するんですが、ほら、有線って歯医者さんだけ流してるわけじゃなくてね、いろんな職種の人がやはりそれを使って流してるわけで、11月になった途端からクリスマスソングが始まってくるっていうことは、やはり世の中ね、そういう商売っていうので言うと、クリスマス商戦はやはり11月からっていうことなんだろうな、なんていうふうにね。ただね、11月の頭から12月のほぼ終わり25日までひたすらクリスマスソングですね。約2ヶ月です。考えてもみてください。約2ヶ月っていうことは1年の約6分の1クリスマスソングで頭の中が占められる。もうクリスマスごちそうさまっていう感じになります。まあでも、おかげさまでクリスマスの存在を忘れることはありません。ただ僕の中でちょっとこう疑問があるのが、皆さんクリスマスイブっていうものですごくこう盛り上がって、そこがメインっていう感じでね、盛り上がってる人たちがいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、クリスマスって25日ですよね。なので僕が知識が間違ってるんでなければ、クリスマスってメインって25日のはずだと思うんですが、なんとなく日本って24日その夜が過ぎて25日になると、なんとなくクリスマス終わった感が出ませんか。昔からこうでしたっけね。でもなんとなく今日本のクリスマスメインっていうと24日かなっていう気はします。まあ話がどんどんそれでいってますが、そんな24日に向けて皆さん着々準備はできてますか。やはりそこで美味しいものを食べるっていうのは、まあ家族であれ恋人であれ、わびしく友人同士であれ、やはりそこで美味しいものを食べるってことを皆さんよくやると思うんです。ただチキンだけで終わる人もいるかもしれませんが、まあとは言っても普段と違うものを食べるとか、この食べるという時にですね、いざかっこよくね、スマートにクリスマスの夜を過ごそうとしたのに、物を食べるたんびに顔をしかめてます。歯が痛い。冷たいものワインとか何かを流し込むたんびに飛び上がりそうな痛みをこらえてる。歯が痛い。こんな感じだとやっぱり閉まりませんよね。ですから直前でね、慌ててもしょうがないですし、直前でできることっていうのもやっぱり限られてきます。それこそまだ今12月の頭この段階で言えば、例えば歯が抜けてちょっと足りないところなんか、どのぐらい欠けてるかにもよりますが、言ってみれば仮歯でとりあえずかっこよく仕上げておいて、クリスマスはね、無難に過ごすことができるとか、クリスマスは少なくともしっかり噛むっていうことも困らずにそこをやり過ごすことができるとか、やっぱそういったことが期間があればある程度対応ができます。でも、3日前とかに来られてね、ちょっとクリスマスの前なんだから何とかしてくださいって言われても、これどうにもならない場合もやっぱりあります。でもやっぱりクリスマスって1年の中でも大事な日のね、ベスト3には多分入ってくる人も多いんじゃないかと思うんですよね。先ほど言ったように家族であれ恋人であれ、惜しくも友人同士である人たちも踏まえ、クリスマスそうは言ってもやっぱりね、楽しみにしてる、そんな日だと思うんです。そこでやっぱり美味しいものを食べた時に、美味しいものを美味しく味わうんではなく、ちょっとこう痛みをこらえながらとか、そういう状態はやっぱりね、心底その日を楽しめないにつながってくると僕は思うんですよね。ですから、24日25日、どっちもね、楽しく過ごすためにも、しっかりと今のうちに口の中をね、きれいにしておいて、完全にそのクリスマスまでに治療が終わらないかもしれないけども、少なくともそこで痛みが勃発するようなことがないように、今のうちにそういったものをチェックしてもらい、いいクリスマスを迎える方がきっと、年末からそして年越し、新しい年っていうのもね、全て楽しく迎えていくことにもつながるんじゃないかと思いますので、ぜひこの放送を聞いた人、またこの放送を聞いて知人にね、こういった話を、伝えてくれればと思います。そして皆さん楽しく笑顔でクリスマス年末年始を迎えましょう。ということで、歯医者さん今のうちに言っておいた方がいいですよ。今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町
小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418